さあそれでは続きをやってきましょう。ついに組み立てでございやすと。さあ組んでいくよ、組んでいくよ、組んでいくよ。まずはタイヤからつけますよと。タイヤ、タイヤどこ行った、タイヤどこ行った。もうめっちゃ汚えこと部屋が。マジでタイヤどこにあった、準備しとけよって感じなんだけど。ちょっと待って、なんでない。もうね、部屋がさ、とんでもないことになってるね。あれ、なんで。いや、さっきあったよ、あった、あれ、あった、あれ、ない、あれ、タイヤがない。え、さっきあったよ。ああ、そうそう、ちゃんと箱に入れたんだ。タイヤと。で、このウッド調の方っていうのはタイヤがね、意外にもノーマルタイヤなんだよね。タイヤというか、まあ、ホイールがね。ということで、ウッド調の方をどんどんやってっちゃうか。こうして。よし。で、タイヤをつけるよと。タイヤもそうだし、このポリキャップもね、つけないと。こう向きか。よいしょ。わ、やっぱ軽自動車っていうだけあってタイヤが細いな。なんか結構タイヤがパツパツだな。よいしょ、よいしょ、 OK。 いやでも今回はボディをしっかり寝かしたからな、乾燥でね。まあ、これが組み上がってからね、研ぎ出しをやるんだけど、もうギリギリまで乾燥させておこうとね、思って。やっぱね、日が経ってくるとね、若干こう研ぎ出ししたところでもね、質が悪くなってきたりすることがあるんだよね。やっぱり寝かせるだけ寝かした方がいいよという感じです。で、ギュッと、ギュッと、ギュッと。タイヤ弱い感じがするな。にしてもなんかホイールじゃない、タイヤがあれだな、なんかすごい粉っぽいな。腐食防止のためというかね、ああいう溶ける防止みたいな感じになっていると思うんだけど。で、次は内装、内装の方組み立てますよと。なんかだんだんワクワクしてくるね。まずはあれだな、センターのパーツからつけた方が良さそうだな。ここにつけるよと。よいしょか、こっちと一緒か。で、こういう流し込めるところがあるところは流し込み材で、あ、カメラ映ってる、映ってるね。流し込んでいっちゃうよと。
どんどん行こう。スピーディーに行くぜ。で、これはいいんだけど、ここにハンドルじゃない、シフトとサイドブレーキ、シフト、これあれだな、メッキパーツだから先端を少し削り落とすか、せっかくだから。この取り付けるところね、メッキ落とさないと流し込みでくっつかないからね。だからまあちょっとだけね、取ってあげる、削り落とすような感じ。ちょっとやっとるところが小さすぎて、まあ要はまあね、そのカメラ映ってないけど、カンナ掛けをねしてあげる感じかな。よし、 OK。 でピンセットで掴んでの差し込むよと。えいえい、あれ、えい、すごく不安定。ちょんと流し込んで、まっすぐになるように維持してあげようと。いいね、 OK。 でサイドブレーキ、あ、サイドブレーキ、今日はここ。どう？よし、OK。で、次、シートをつける。シートをつけるのは、なんかめっちゃラインが入るな、相変わらず。ん？こうか。ん？なんかつけるあれが自由すぎて難しいな。この辺でつけておくか。どうやってやろうかな。ここは粘度の高いこれでつけた方がいいかな。まあ粘度って言ってもこれもね、いつも言ってる自分で調合したやつなんでね。調合したやつは白い普通のセメントと混ぜたやつ。流し込みと、この量はこのいつもの使う流し込みの黄緑のねやつと白いやつの半分半分で割ったやつ。接着力もそこそこあっての乾きもそこそこ早い。OK。で、次扉。これだ。に、ハンドルを。
流し込みでドーンと。でハンドルをできるだけまっすぐにねしてあげて、よし、 OK、 かっこいい、いい感じで扉をつけますよと。おお、危ない危ない、怖い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 、もうなんか一気に今冷や汗が出たな。よし、流し込む、流し込む、流し込むよと。こっちも同じように流し込む、流し込む、流し込む、 OK。 でフロントをつける。フロントがつかない。なんでつかない？入れ方がおかしい。よいしょ、入った。気をつけながら流し込む。よし、今下が浮いてきちゃった。危ない危ない。ちょっともう一回つけておこう。いいと。あんまり無理にこうもうぴったりバッチリくっつけると逆によくよろしくないんでね、気をつけながら。あ、こっちからも流し込めるな、ラッキー。いい、 OK、 これだけやれば大丈夫でしょう。よし、 OK、 できた。こんな感じです。カメラの向き的にこうか。いいんじゃない？うん、大きい。次。あ、あれつけるの忘れてた。まだ他にパーツをどんどんつけないといけない。これとか。これもそうだね。で、ここでなんか最近あまり何気に使ってなかったデコプリンセスを使うよ。デコプリンセス、ナベさんこれどこで売ってるんですかって、なぜかね、よーくこれはね質問がいっぱい来るんで。このデコプリンセスっていうのは手芸センターみたいなのとか女の人のネイルコーナーとかに売ってます。おすすめです。なんでこれがいいのって、別にプラモデル専用でいろいろあるんじゃないですかってあるんだけど、これを使うと外そうと思えば外せる。しかもね、糸が引きにくい。しかもなんだろう、ちょっとねゴム質な感じがあるんで、乾くと失敗しても拭き取れるとか、塗装面を傷めずに、なんかこう後始末がいいんだよね、すごく。で、私は気に入って使ってますと。で、乾くのもそこそこ早い、そこそこね。はみ出ても拭き取れるっていうのはやっぱり理想だよね、塗装面を傷まずにね、傷めずにね。
そんな邪道なやり方ではいかんっていう人にはちゃんとね、さっき言ったみたいにカンナ掛けしてえちらこちらやってください。そっちの方がね、確実だけどね、これ結構ね、この乾くと丈夫いんだ。だけど外そうと思えば外せる。だけど自然にしておけば外れない。いやね、無理にピッて引っ張ればそれはもちろん取れるに決まってるんだから。イエーイ。あ、そうそう、これつけなきゃ。ピチッと。で、次終了。これをここにくっつけておしまいだけど、ここもここはね、もう純粋にこの白いやつを使った方がいいかな。もうね、外すことないし、ピッと見えてる、見えて、あ、ギリ見えてる。ちょんちょんと適当にね、ちょっと多めかなぐらいの感じで、でこれをかぶせておしまいですよと。うん、ぴったし。じゃじゃーん、どうでしょう。ということをね、もう一個分やっていかないといけないので、でこれはこのまま放置、しっかり乾くのを待ちましょう。あれ、いいか、よし。ではここで一旦カメラ止めます。サムネ用にまた再びこう、こんな感じですよと。よし、では一旦カメラ止めます。